加納駅は、岐阜県岐阜市立田町9丁目にある、名古屋鉄道名古屋本線の駅である。駅番号は、NH59。普通列車のみが停車する。隣の茶所駅との駅間距離は 0.4km で、名鉄では最短である。岐阜市と岐阜県、名鉄は、加ノ茶所両駅を廃止して、統合駅を新設する連続立体交差事業を、 進めている。1914年に安良電町駅として開業した当時は、現在の名鉄岐阜駅よりに広江駅があった。広江駅は特急列車停車駅であったが、安良電駅が休止期間を経て、設備を一新して、可能駅として復活すると普通停車駅に格下げされ、1968年に廃止された。1990年以前は、 準急が停車していた。その後、1997年から1999年までは JR 岐阜駅南口が整備されたことに対抗し、昼間に本線系統の急行の一部が停車していたが、取り止めとなった。また、2003年までは朝夕の一部の急行があったが、 同年のダイヤ改正により消滅した。この地域でかつて、加納駅を名乗っていた駅が当駅解消前に2例、存在した。一つは1887年に開業した関節鉄道の駅で、翌年に岐阜駅に改称された。もう一つは1914年に開業した美濃電気、鉄道家佐松線の駅で新岐阜駅。 広駅間に存在したが1942年4月1日以前に廃止された。名鉄の加納駅としてはこの駅が初代であり、現在の加納駅は2代目にあたる。島式ホーム1面2線を持つ地上駅。ホーム庁は6両分あり、駅舎とホームは茶所型にある校内踏切で連絡している。2005年12月14日からトランパス対応となるとともに、 駅集中管理システムが導入された。かつては小規模な駅舎があり、駅員も配置されていたが、解体されて無人駅となった。その後、トランパス導入に伴い新たな駅舎が建設されている。当駅急広駅跡付近の線形はむね直線上であるが、当駅を挟んだ茶所駅付近から名鉄岐阜駅間の対局的な線形は急曲線を含む。 S, s 字状となっている。カーブが連続するのと当駅が、島式ホームで、前後の線路が曲がっている。関係上、通過列車の速度は、時速5 5キロメートル程度である。名鉄岐阜駅から、岐南駅までの約 2.9km において、連続立体交差事業が計画されている。加納駅から、岐南駅にかけては13カ所もの踏切があることから、 抜本的な対策が求められてきており、すでに1999年には国が着工準備を採択していた。この事業では高架化と同時に当駅と茶所駅の間にある急カーブを解消するために線形を変更するとともに、当駅と茶所駅を統合するとしており、2007年までに近隣との協議など調整を終了しているものの、一体的に実施される。 他の事業の進捗が遅れている影響で、着工準備の採択から20年が経過しても、なお現状のままで着工はなされていないが、手続きは進められている。2017年5月に、都市計画原案についての地元説明会を実施。2019年11月19日には、岐阜県と岐阜市、名古屋鉄道が、相互協力の覚書を締結した。 2020年1月の都市計画手続き、地元説明会と都市計画案縦覧を経て、岐阜市都市計画審議会での審議と、県、市協議を経て、都市計画決定を予定している。その後、国の事業認可を経て、早期の着工を目指すとしている。ただ、高価化工事に伴い立ちのきが必要となる。 住宅などが約200個もあるため着工時期の見通しは立っていないものの事業期間は15年から20年を見込んでいる。駅前に比較的広い駐輪場がある。駅周辺は住宅街である。なお、岐阜大学教育学部付属小学校、中学校の最寄り駅だが、隣の茶所駅からでも所要時間に大差はない。駅の東側に、 岐阜東通りの踏切が設置されている。かつては東駅名鉄岐阜駅間に広江駅、初代加納駅が存在した安領電場駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。